はい、テッシーです、ナイトガンダム物語3続きをプレイします。まあ、第2回目ですね。前回ですね、フォーミュラとプラスをね仲間にしまして、まあまあまあ安定してきたという感じでございます。まあまあまあエンカウントが結構すごい感じですかね。まあね、仲間がね、もう優秀なんで全然余裕ですね。で、いろいろね、情報、氷の谷とかもあったんですが、ガンダリウムね。サブクエストみたいのがね、結構あったと思うんですよね。マイちゃん。そこのナイト様、私のお願い聞いてください。これですね。ラナール村に住んでいるフミおばさんに新鮮なフルーツを届けたいのに。あーなるほどね、ウーバーイーツのおっさんね、いたな。危険だと届けてくれないの。あー それはしゃあない。もちろん届けてやると。嬉しいと。できるだけ早く届けてね、出ないと腐っちゃうからとね、釘を刺されるというね。フルーツですね。で、今4月4日になってますね。本当に早めに届けないと名声が上がらない、下手すりゃ下がるっていうね感じになってます。あとは回りましたよね。他にもなんかあった気がするんだけどな。人形拾うとかどっかになかったかな。まあいっか。で、まああとは行くだけだと。で、ここの東の森も、これ、一斉はあるけど、オートってのがないんですね。全員攻撃みたいな。あれ、でもリーダー変えてなんかいけた気がするんだけどな、そんなの。こう、あ、やばいやばい、夜になっちゃった。やばい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 。命令、あった、お任せよってのがありますね。これだ。これでもう基本全員普通に攻撃してくれるんで、これで楽ですね。はいはい、頑張ってくれてます。クラウンナイトだけダメだと。OKOK 宝箱とか、めっちゃ薬草落としてくれる。優しいね。特にアイテムなしだと。おっと、マゼラアント。まあマゼラアント言っときます。どうでしょうか。おー、一撃でいけるようになってきたね。いいじゃないいいじゃない。おプラスもレベル上がると。宝箱なしだと。やばいやばいやばい、これ大丈夫かな。すげえ心配なんだけど。おっとおっと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 、ハイザックが雑魚で出てくる。ハンターズゴック強そう。もう大丈夫かな。ちょっと待って、クラウンナイト構えとこうか。ブーメラン、うわ全員攻撃かこれ多分。ちゃっかりかわすクラウンナイトっていう。ブーメラン攻撃もしかしたら一定ダメージかもしれないですね。これやばいな。プラス、おーいけましたね。絶対2位全員に与えるみたいな。手に持ってんのブーメランか、お前。それ、ブーメランっすか。よしよし、フォーミュラ強い。64の経験値っすよ、だってもう。おかしいぐらいもらえるっていう。これで、ここ下があれだったんで何にもない。宝箱をね、下に見えてるんで、まあ行きたいなと、取っていければなと。ガンダリウムがやっぱり必要なんで、そのね、ガンダリウムを逃したくはないかなと思ってるんで。というのもやっぱり武器鍛えないと強くなれないんで、まあ、レベル上がって強くなるのもそうだけど、基本 RPG ってやっぱり武器とかね、
武器とかっていうか武器装備しないとダメだからね。なんで机あんのこれ。宿屋。おっ、ガザオーク。大丈夫かおい。大丈夫大丈夫。フォービア。おわ、出た。烈火流星山。いいね。今のは通常攻撃で出たパターン。本当に、おーっと、ダブルで。あの、オートの時は、お任せをにしてる時は、あの、気合は使ってくれないんでね。いいね。二人いいね。で、レベル上がっていくと。宿屋あってもいいんじゃねみたいな。おっつ。おー、ガンダリウム手に入れました。ありがとうございます。でなぜかガンダリウムだけは2個ずつ入ってるっていう。うわ、背後、やばいやばい、あ、やばい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 。そうだ、そういうのもあった。そう、背後から襲いかかると、襲いかかられると順番が逆になるんですよね。クラウンナイトが一番手前に来てると。焦ってる焦ってる、クラウンナイト焦ってる。おっと、倒せるようになってきたぞ。おーおー、いいじゃないいいじゃない。おーおーほうほう、そうか。どうしよう、真ん中に置いとくか。まあでも大丈夫だよね。で、右に宝を、左が確かありますね。なんかね、ちょっとやっぱり、おお、500。少しね、このゲームもね、やってたんで、やり込んだので、いとこたちと結構覚えてるもんですね。最初の方、特にやっぱり最初の方ね。後の方のね、ダンジョンとか全然覚えてないですね。もう氷の谷とかは覚えてる。じゃあなんでさっきの東の森の宝箱のことは知らなかったんだっていうツッコミはさておきと。おー、ガンダリウム2個。これでクラウンナイトの攻撃武器を鍛えればいいんじゃないかっていう。これね、硬かった気がするんですよね、こいつ。結構フォーミュラは倒せたけど、多分プラスだと倒せない気がする。あ、まあまあ、今のはダメージ入ってたからね、もちろん。ほら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 、連続攻撃。そうだ、プラス時様連続攻撃やらかす。あ、やらかすっていうか、スピードが低いやつは連続攻撃ができるとか、そういう感じですね。いや、懐かしいな、本当に。連続攻撃が2回入った後、最後に気合が出るっていうパターンが一番強いっていう。え、そんなことあるんって思うかもしれないんですけど、結構これ、ゲームやってる、進んでるとそういうことがあるんですよね。どんぐらいだろう？ 10% から 15% ぐらいなんですよ、多分、通常攻撃で。気合が出るの。あ、キャンプ用がありがたいですね。 OK。 で、多分これでもうゴールだったはず。うわ、ちょっ、やばい、やばいで、ね、おお、薬草を使った。素晴らしい。そう、ピンチになるとちゃんと薬草も使ってくれるんですね。そうか、そういうのもある。そう、今グワッってなったじゃないですか。あれはね、フォーミュラがやらかしたんじゃなくて、え、ていうかめちゃめちゃ持ってるし、あ、フルーツやばいな、危ない。ちょっとクラウンナイトに持たせとこう。あのね、フルーツはね、確か全開する、使うこともできたんですよ。で、全開する、確か。もう使っちゃうと、あの、フミおばさんに届けられないんで。で、話の途中だったら、グワッっていうのは、あの、まあ、いわゆる痛恨の一撃ですね。で、絶対33食らう。あの、33が加減。一番下。フォーミュラが強すぎて、攻撃が、敵の攻撃が入んないんですけど、絶対33は食らうっていう。よくわかんない仕様ですね。キラーピット。まあ、余裕でしょう。もう、ラナール地方が、ここラナール地方ですよね、もう。バビロニア？ザビロニアか。バビロニアはマジである帝国だな。ザビロニア帝国に侵されていると。てか村は？村は？
いやいやいや、村欲しいのよ。おフォーミュラ一撃素晴らしい。さあ、まあ、まだまだ強いねハイザックはね。あまあまあレベルどんどん上がっていくと。村がないぞ。あった。ちょっと夜になっちゃうけどフルーツ大丈夫かな。まだ1日2日ぐらいなんで大丈夫だと思うんですが、夜になると街入れない。あ、まだまだよかった、夕方か。ちょっとふみおばさん、ここ違うね、絶対違う。私はお姫様になりたいわ。おお、学校かなんか、ここ。大きくなったらナイトになるんだ僕。おお、頑張りな頑張りな。ふっ、みんな夢がないな。男はやっぱり鍛冶屋だぜ。いいじゃない、いいじゃない、鍛冶屋。鍛冶屋の息子かな。あ、保険屋。あれ、ふみおばさんはここか。おっとおっと、プラチナさんじゃないですか。私は誰なんだろう。ああ、私の剣、剣を知らないか。お前は私と同じ円卓の騎士だった。プラチナロードではないか。円卓の騎士、わからない、何も思い出せない。ああ頭が。なんと彼は記憶を失ってしまっているようだ。ということで剣ですね。剣があればって言ってたんで、剣を持ってくれば記憶を取り戻すと。おめえは村長役か。おお、アイリッシュ地方はガルマの館の橋を渡って行くんですが、橋は上がったままなんで行くことができないんですよ。で、その下げる権限はあなたは持ってないんですかね。アイリッシュ、東にあるのがガルマの館よ。ガルマの館、ダンジョンですかね。フォーミュラさん先頭にいると敵に狙われさせるそうそう、先頭が一番狙われると。ガルマ様と違って奥様のイセリナ様は前と変わらずお優しい方です。はあ、ガルマ、ガルマ、あ、これクミおばちゃんか。これ違う、イセリナ様もおかわいそうにと。ガルマ様は昔はあんなではなかったのにと。おっと、なんかあれですかね、ここ数日で変化があったんでしょうかね。アイリッシュ村はここから東にあるよ。アイリッシュ、あれ、フルーツアイリッシュに届け、え、ちょ待って、え、アイリッシュに届けるのフルーツって。あー違う、絶対絶対ふみおばちゃん。何、孫のまいちゃんからの届け物、これありがたい、ありがとうございますだ。おっしゃ、100上がりました、成功ですね。良いことをしたので気分が良かったというね、子供心をね、子供を成長させる描写もあると。おいおい、いきなりすごい質問じゃないか、そんなに暇じゃないなるほど、まあ、ガルマの館に行くんだろうというところですね。で、右上にいるやつがなんかこいつ怪しいんですよね。ガルマの館のことを知りたいって、そりゃ俺に聞くよりカイの夜に聞いた方がいいぜ。カイならこの村のずっと北の小屋に住んでるぜと。北ですか、行かないといけないですね。そしたら、おお、800結構たまってますね。で、ブドウ酒というのがある、出てきたんですが、薬草がまあ薬草ですね。傷薬がちょっといい薬草、まあドラクエ6でいうとアモールの水みたいな感じ。着付け薬がエーテル、ブドウ酒がエーテルスーパーみたいな感じで、まあスーパーほどじゃないけど結構回復すると。なのでブドウ酒ですね。あの気合のためにね、ブドウ酒をね、やっぱり何個か買っておくのがいい感じですね。でも傷薬もちょっとずつ買っていくと。
こんな感じですかね。回復用品、まあ、魔法を使わないんでね、見てもしょうがない。ちょっと迷ったけど、うん、しょうがないんで。鍛えられますかね、クラウンナイトさん。こっち先来るべきだったな。武器100枚、あー、いけるいける。カンカン、いいね。次は200ゴールドじゃない、多分。ゴールドって言っちゃってますけど、200足りないですね。ちなみにフォーミュラを鍛えると550、なかなかいい数字が出てきましたね。で、まあクラウンとプラスが並んだぐらいだと思うんですよ。攻撃力51ですよね。プラス1、右手がプラス1になったんで、1回上げるとプラス、ほら同じぐらいですね。プラス1、プラス2となっていきます。はい、いかにプラス3とプラス4が強いかっていうのが分かりますよね。 OK。 じゃあカイさんに話聞きに行きましょうか。まあまあ宿屋泊まろうか。宿屋も情報が、何もかもみんなザビロニアが悪いんだ。まあまあそうなんでしょうけどね。まあ今で言うとザビロニアイコールコロナみたいなイメージ。 45? そんなかかる？だったら薬草、あ、まあまあでも薬草20か、まあ安いか。ありがとうございましたと。了解。ガルマの館ってのがあれですね。攻撃で、おお、出た。結構出るんですよ。10、やっぱりさっき言ったように 10% ちょいぐらいの確率ぐらいだと思うんですけれども、あ、キッカ4枚、今のやつが全然ダメってことか。奇襲仕掛けるぞと。どっちからいきます？ほわほわ、結構出るんですよね。10% 超えてるかもしれないですねこれね。まあまあまあ、まだまだまだ一発で倒すのはきついというね、ことでしょうね、こいつはね。まあまあじっくり行きましょうや。ここね、扉があって入れないと。で、北に貝がいると。ちょっと待て待て待て、やばいぞ。おいおい、待て待て、いやー、これ逃げるとね、名声がまた下がるんですよ。混乱大丈夫かなこれ。二人混乱してるのめっちゃ怖い。かー、普通にこっちに攻撃してくるんで、危ねえ、怖え。片付いたかじゃねえよマジで。おお、きつげ薬でもありがたいですね。いやー、怖い怖い怖い。を使っちゃいましょう。こっちは特になしと。うわー、毒、うわー、結構ダメージ食らうし。ちょっとマジマジでマジでマジで、傷薬使わなくていいのに。そう、使っちゃうんですよね、優しいから。みんなね、優しいから使っちゃうんですよね。すげえ、うわ、うわ、毒、うわ。これ、毒消しってなんか、あったか。あるな。毒消し買っとこうか。ちょっと面倒だけど。ちょ、待て。おかしいだろ。50枚っておかしいだろ。ちょ、毒と戦闘不能はちょっと、分けとけやと。せめて毒消し、いや、フォーミュラいるとはいえちょっといきなり来たから厳しいのかな。まあでも大丈夫だと思うんですけどね。おっと、ここなんか色違うね。あ、まあまあまあ色違うんですよそこね。確かに確かに色違くて、こ
ここから侵入するんだよみたいなことをね、その怪が教えてくれると。よしよし、上がっていく上がっていく。あ、ダメですね。イベント発生させないと教えてくれない。あ、入れないと。毒、こいつ毒やだね。まあ毒持ってそうだわ。この中で例えばハイザックとか、針攻撃で毒になるのか。ハイザックとかハンターズウォークとかね、いろんなやつら並べて、この中で毒を持っているのは誰でしょうってやったら、絶対もうこいつ選ばれるっていう。まあ蜂みたいな感じですからね。いや、ホームだ、ほんと安定だな。なんで効率的にされてたか分かんないですけどね、ハイザックに。どうやられたんだっていう。よし。え、泣くね。お、こんなのもあるんですよ。旅人が襲われている。当然助ける。涙を飲んで見捨てるっていう。当然助けるですよ。助けに行くぞ。大丈夫かな。で、助けるとこれまた名声が上がると。ちょ、もう気合使っちゃいましたけれども。ちょっと面倒なんで。おい、いいんだよ、回復しなくて。ああ、そうか。めんどくせえな、これな。めんどくせえな。そういうことをしてくれるんだ。してくれちゃうんだ。そういうことしてくれちゃうのか。こうといいけど。で、名声が結構上がると。あ、ちっちゃい子、かわいいっすね。ありがとうございました。なんと俺を言っていいのかと。いいんですよ。それよりこの辺りは危険です。十分気をつけて。あったあった。ちょっとなかなか、微妙に苦しい。何なんだ、この微妙な苦しさは。苦しくはないけどね、ちゃんとやれば。なんか微妙に苦しいと。いるね。王様に何の用だい。何？ガルマの館に入りたいだって。そうだな、俺の頼みを聞いてくれたら教えてやってもいいぜ。実はな、東の森でザビロニア兵に襲われて竜の首飾りを落としちまったんだ。物騒だから代わりに取ってきてくれ。オイラとクラウン様が出会った森だな。はい、早いとこ頼むぜ。で、落ちてるのがプラスとハイザックが向かい合ってた側の左。うわー、針やってこなければ全然いいやつなんですけどね。針やられちゃうと赤字になっちゃうからね、ちょっと嫌ですね。経験値は高いんですけどね。 OK、 ちょっと毒消し買っていこう。で、傷薬な。こいつは持たせてると勝手に使うっていう。まあでも持っとかないとちょっとあれですもんね。いや、なかなか迷うな、これは。迷いますね。まあ、行って帰ってくるだけのパワーはあるよね。大丈夫。あ、クラウン鍛えるの忘れましたね。今、クラウンナイト、ハイザックに攻撃したけど、攻撃してくれるのかな、クラウンナイトは。あー、やってくれましたね。よかった。対象がいなくなっても別の誰かに攻撃してくれる。優しいね。 OK。 で、まあこんな感じのお使いですよね。お使いも結構あったりするから面白いと。一回行ったところにももう一回行くっていうこともあるんでね。竜の首飾り落として、
よく谷抜けたねっていう、森を抜けたところあたりでちょっと様子見て戻ればよかったのにみたいなね。なんで氷の谷抜けて自分の家まで、まあまあそうか、襲われてもうとりあえず家帰るかって帰ったんだろうね、カイはな。それで、ああ、いつか取りに行こう、いつか取りに行こうって思ってて、まあ日にちが経っちゃったところにクラウンナイトが来たと。お、ちょうどいいやん。ちょうどいいじゃないかと。取ってきてくれと。まあでもね、なんかちょっと面倒な作業とかあったりすると結構先にね、伸ばしがちになっちゃいますよね。まあ、気持ちはわかる。こんなさ、氷の谷とか無理だろっていう、抜けたくないよねっていう。これ倒せんじゃない、いやー倒せないか。OK、 混乱は確かメンタルポイントをマックスにすれば直せたはずなので、本当にさっきでしたっけ、2人混乱した時とかは、まあ、クラウンナイトがもうどっちか1人でも MP を回復させてあげた方がいいっていうのもありますね。氷の谷なんか抜けてらんないっすよね、首飾り一つのために。まあ気持ち次第っていうのもあるのかな。うまい例えは思い浮かばないですけど、千葉にいて、まあ神奈川に昼飯食いに行くみたいな感じかな。いいかよくわかんないな。休みの日の1日目の休みの日に昼飯食いに行くと。確かここにあるはずですね。おっと、ありましたね。おや、何か落ちているぞ。竜の首飾りを見つけたと。てかこれさ、わしプレイしたことあるからわかるけど、わかるけど、無理じゃねっていう。初見で攻略したことないとか。おっと、増殖した。なんだこれは。まあ雑魚だからいいっすけどね。初見の人無理でしょっていう。多分ね、情報はないと思うんですよ、あそこに落ちてるっていう。これしらみつぶしにこうやって探すってことですよね。それはきついよねっていう。はい、ということで無事竜の首飾りを手に入れることができました。次回、会に、会心行きたいと思います。次回もよろしくお願いします。テッシーでした。失礼します。